小池哲平です。ニキです。そして豊作田の宮城です。はい、はい、今回もリモートで宮城さん参加してもらっております、うん、ということで宮城さん、はい、今回は何していくんでしょうか。はい、というわけで、まあ、ちょっとねまだお正月な気分もあるところだと思うので、うんうん、今回ですね、はい、あの四字熟語の後半の方の2文字並べて前半の2文字私が読みますので合致するやつを答えてもらおうかなという感じのゲームをやりたいと思います。宮城さん、はい、ここでね、ニキがね、はい、頭抱えてるんですよ、はい、これ絶対僕勝ちますいやいや、わかんないですからね、うん、あの問題の内容次第によってはそう、わかんないものもあるかもしれませんので、はい、わかる内容なものもあるはずなので、うん、はい、一応あの、はい、ちょくちょく見てみたんですけど、これだったらっていうのもなんか、はい、ありますので、あとたまに運で勝っちゃう、ね、そうだね、はい、まあでも僕はでも新しい日本語が今回ね生まれるんじゃないかなと思ってますよ新しい四字熟語、新しい四字熟語を生み出すんじゃないかなと、そう思っております。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。早速やっていきましょう、諦めずにね、はい、じゃあお願いします。ではいきますね。はい、はい、はい、まあ、じゃあまず1問目、因果、はい、はい、いきます。いいですか。いいですよ、もう分かった方から。因果、因果、あとに続く2文字。絶対勝っちゃう俺私は因果、応報、はい、で、ニキが因果、ま、万象、晩鐘って言うんですか。晩鐘、正解の発表したいと思います。じゃあ正解発表、じゃあお願いします。はい、正解は因果応報でした。ありがとうございます、はい、初めて聞いた本当因果応報。では、はい、第2問目、はい、いきます、はい、日清、日清、日清、僕一回ちょっと見てます2期の行方を見てみます日清、うん、どんな感じですか。ね、日に新しいかな、はい、違う、ね、進むです。日清、に何曜日の日に進む、日に進む、はい、日に進む、日曜日の日に進む、日清、日清、日清、うん、月を歩く。おお、これ降りました？あ、すいません、ずれちゃったけどちゃんとやる？あ、いいよいいよ、あの小池さんもこっち狙ってる？そうですね、もうまさにすごいよ。え、嘘？本当、止まっていいよ、止まっていいよ、あんた先止まったんだから。え、止まれてない。いや、いいですよ、先に止まったのだからもうね、2期で大丈夫ですよ。え、嘘？本当です、本当です、同じ日清月歩に止まりました。はい、じゃあ正解の方ですね。ニッキーが先です。先生優しい。はい、正解は日清月歩。正解は、はい、合ってます。日清月歩でした。これはなんで日清月歩だと。それ知ってますよ。ああ、だからやっぱ知ってたから。そうですね、え、待って、すごくない？日清月歩取ったね。え、ちなみに。いい勝負だ。うん。マジか。あ、マジでマジか、すごいね、初めて聞きました。よく当たったね。日清月歩、日清月歩、なんか進むから歩こうみたいなイメージ、うんうんうん、いや、そうそうそう、まさにまさにその通りよ。じゃあ、行きます。第3問目ですね。はい、お願いします。はい、はい、ガシン、イメージして、イメージして、ガシン、なんか難しそうな感じ。ガシン、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 これなかなか難しいんじゃない。響きでね、ガシン、ガシン、なんかガシン、独尊、お、ガシン、独尊、ガシン、独尊、面白い、ガシン、独尊、強気な感じで、強気な感じね、はい、いいですか。うわ、なんかそれと迷ったな。嘘、すごいセンスが。私は昇誕です、はい、正解はガシン、昇誕、
ですね。なので小池さんの着陸したところが正解ですね。ではじゃあ4問目いきたいと思います。はい、はい、課長いきますよ。もうこれは分かるんじゃない、聞いたことあるでしょ。はい、課長を何々。あ、分かった。あ、これはもうスピード負けだ。そうですね、正解は課長風月。正解じゃあ言ってください。あ、課長風月、やった。はい、そうです。これは聞いたことあるよね。なんか聞いたことあります。これはスピードで負けましたね。ラスト、はい、いきます。死んだ。はい、いきます。あ、もう勝っちゃうよ。よし、早いね。あ、それなんだ、全然違う。なんだと思ったんだ。いや、思ったとこ止まって。どっち、どれどれ。ランマン。ランマン。あ、ランマン。死んだランマン。あ、なるほどね。死んだランマン。なるほどね。はい、じゃあ正解の方は死んだ晩鐘でした、はい。ありがとうございます。はい。悔しい。私が最初に止まったやつですね。晩鐘ね。晩鐘、うん。そうです。さあ、これはもう四字熟語、うん、どうでした。私これちゃんと取ってるからね。これ当たったのすごくないですか。ありがとうございます。いや、月歩、そう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 、日進月歩ね。日進月歩、あと花鳥風月は聞いたことありました。ちょっと難しかったですかね、四字熟語自体が。ちょっとね、日記にはちょっと不利なゲームやったけど、なんか新しい日本語とか、うん、はい、なんかこう果敢に挑戦する姿が僕はとても素敵だと思いました、うん、本当に。はい、そうですね、これ系やるといつも新しい日本語が生まれるんで楽しいですね、はい、すごい楽しかったです、はい、まあこれはまあしょうがないというかね。でも2個取れてる、2個取れた、すごかった、そうですね、すごかった、ハッピーでした、はい、でも楽しかったです、宮城さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。